はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー1ピクセルリマスタージョブ別攻略、今回は文句編やっていきます。まあ、圧倒的なね火力を誇る一方で耐久力の低さというものがありますので、まあ、それをね、どう補っていくか、まあ、一応今のところ考えてるのはもう1番を壁役にして後ろに下げて防御で、あと 2,3,4 で、まあ、攻撃をしていくというのを基本に、まあ、あとその地域でねどれだけ被弾するかっていうのを見ながら進めていこうと思います。では始めていきましょう。ではお買い物から。基本的に文句は、まあ、金のかからないジョブではあるんですけど、最序盤に関してはヌンチャクを装備させた方がいいと思うんですけれども、どこで切り替えるかっていうのをちょっと見るために、2人ヌンチャクでいきましょう。でなんか素手の方が強くなったなって思ったら素手に切り替えます。てか最初杖持ってんだ。見よう、杖全て外そう。で一応最強でいくと、えちょっと待って、服外す。ちょっと待って、これさ、もうすでに服とか弱えんだけど。だから、ちょっと待ってね。ナンバーワン、ナンバーツーは素手でいこう。で、ナンバースリーとナンバーフォーをヌンチャクにする。一応、防具屋も見ましょう。革の鎧は上がるんだ。重さプラス8か。1、4。いいや、いらない。裸でいこう。で文句はもう道具にほぼほぼお金を費やします。ポーションは10個で、最初の頃一応土下座1個だけ持っておく。では戦闘ゴブリン3体、まあ、ちょっと火力を見てみましょう。ヌンチャクで16、21、殴りは2ヒットで26ゲー、なんかもうすでに殴りでいい気がするんだけど。2戦目、もう一回見よう。19でしょ、33だから、いや殴っていいか。レベルが2になったら殴りに切り替えよう。レベルアップ、うわ幸運しか上がんなかった。力、いやマジか、最初はみんな幸運が上がるんだな。文句に装備などいらん、全員裸。あ、力が1上がってるからナンバー2だけ攻撃力が14になってる。レベル3、よし、素早さ体力くせえ、素早さ体力、素早さ体力、素早さ体力。いややっぱ結構食らうな、10以上食らうか。あれ FF1 ってさ前とか後ろとかなかったっけ。今まで圧倒的火力メンバーで来てたから全然前後気にしなかったんだけど、マジでチェンジがない全員前だ。そうするとナンバーワン防御か、壁になるとすれば。一応今のところ先制できるから、ある程度は先手を取って倒すことができれば問題ないけど、もう減りつつあるもんね、ナンバーワンのヒットポイントが。ガーランド戦、ちょっと事故らないように割とレベルは高めに上げました。圧倒的火力を持って22食らうね。お前をボコす。これがな、2ヒットじゃなくてもう少しヒット数が上がってくれれば火力も出るんだろうけど。よし、まあまあまあガーランドはねこんなもんでしょう。道具が重要。フェニックスのちょっと自己死した時のために1個買っとこう。で、毒消しは5個、あと全部ポーションって言ってもそんなに買えないか。海賊船いけかな、とりあえず様子見よう。9、攻撃力自体は大したことないな。これ4ヒット出るようになった、さっきレベル上がったんだよね。いや4ヒット出ると強いな、やっぱり一気に火力が上がる。112、これは押せるね。このまま行こう。1人1冊、
お前はもう死んでいる。消えよ。そりゃさ、目の前で9人が撲殺されるの見たらビビるよね。こいつらやべえみたいな。やっぱり被弾するね。一発でやっぱ10前後食らうから、もうシャークとかだと30食らうからね、すぐ死ぬ。数の暴力に弱いんだよねうちら。とりあえずナンバーワンはやっぱりもう防御、防御すれば食らわない。防御してないとやっぱ10って結構だよね。だって集中攻撃されると半分以上持ってかれるからな。20食らうし。でサハリン中華ね、一発で倒せないんだよね。逃げて、逃げられないし。圧倒的火力で完全に全敵を一撃で倒せるくらいの力が必要だ。金は全部道具だけどさ、これ沼の洞窟絶対きついよね。あそこ毒消しもめっちゃ必要になるし、死んだ時用のフェニックスのも欲しいからな。結構稼がないと無理そう。4つ買うと2000円だもんね。毒消しも1個50円って意外に高いよな。じゃあ沼地の洞窟なんですけど、一応ねポーション99個用意してきました。やっぱり火ダメが結構あるんで、まあ回復は必要かなと。でハイポーションも予備で10個持ってます。で金はもうすっからかんです。1440円。ちょっとこれでいきましょう。ビスコディーモン負けることはねないと思う。さすがに40やばい。集中攻撃だったら1が落ちる。これはでも1人1冊は無理だったか。ゴーチュー。ちょっと防御って25耐えられるかな。2に来た。いや食らう、やっぱり食らうわ。倒せないってことはないけど、やっぱ落ちる恐れがかなりあるな。これでクラウンゲット。ダークエルフアストス、こいつはもう完全に押し切るっしょ。殴って殴って殴り倒す。40 70 50 50。まあまあまあ悪くない。サンダラやべえ。もう一発耐えられる。押し切れ。よーし押し切った。火力で押し切る。それが文句。水晶の目。でニトロ火薬を取ってようやく外界に出れるようになるんですけれども、まずやること、それはクレッセントレイクでの修行。強い敵と戦ってレベルを上げる。ここからは結構稼ぎがメインになります。ここら辺のヒルギガースはまあ先手取ったこともありノーダメージ。問題はここら辺の敵に対応できるかっていう。このレベルでまたヒルギガースか。ヒルギガースくらい50。アンクヘッグ4体出てくると厳しそうなんだよね。レベルアップ、まあ、もちろん強い敵と戦った方がレベルアップは早いんで。トロル2体、先制攻撃よく取れんな。6ヒットできるようになった。よしよしよし。54大丈夫そうだな。ではここを拠点にちょっとレベルを上げていきたいと思います。現在は16。このメンツどうだろう。40やべ、集中攻撃食らうと死ぬかもしれん。いや回避率高いな。とかサソリね、意外に攻撃力高いんだよね。割と序盤に出てくるけど22か。アナコンダも大丈夫だな。58食らうか。でもち
とまあ運が良かった感じ。ではヴァンパイアの洞窟を攻略しましょう。レベルは22まで上げました。で基本的にもう文句は宝箱ガン虫でいいんで、ボスの元へ直行します。まあ、そのためのレベル上げでもあるし、で戦士とかってやっぱ装備を整えないといけないんで、まあ、落ちてるね装備とかあと金とかもね回収しながら行くんで、それで結構遠回りとかして、まあ、レベルがね上がってったりするんですけど、数の暴力が結構やばいんだよね。一番上は防御して OK、 あと3人で殴る。1に集中するとさすがにきついからな。2ターン目までは1防御、ちょっと3ターン目もやっちゃった。まあいいや、数の暴力にほんと弱いからこのメンバーで、アイテムはたんまり買い込んできたんで、もうお金はね全部アイテムに回せるんで、まあハイポーションとポーション両方99個ありますんで惜しみなく使っていきましょう。で道こっちでいいんだっけ。これ右だな。そうだね、ここさ2回来なきゃいけないからさ、結構地形をね覚えて、やっぱ50食らうからね一発で、そこがきつい。邪魔だ。よし、最短ルートで行けばそんなに時間はかかんないと思うけど、レース5体20 45、食らうときは食らう。さっきクリティカルか、もう6ヒット出るようになったんで、まあ、ザコは一発で葬れる。まあ、火力が高いのはいい。でね、先手がなかなか取れないんだよね。素早さ自体は低いのか、先手を取って一気に数を減らすことができればそんなに被弾しないんだけど、基本後手になるから、まあ、今回はですね、あの先制攻撃だからいいんだけど、これタランチュラにしたらもう取れないからね先手が。防御してた一番上、マーミー3体、3体だったらもうめんどくさいからそのままでいい。4体出てきたら防御解除だな。多少レベルが高くてもね、コカトリスはね本当に危険。いい石になった、早速石になったよ。じゃ金の針も今回はね結構買い込んできた。石になる確率自体はそんなに高くないから、まあ、30個あれば全然余裕でしょう。毒とかの方がね、いっぱいいる。でも先制攻撃、チーフも一発か。毒ヒット出れば131、140くらいかな、140くらいで倒せんね。レベルアップ、よし、素早さ体力。文句はね結構ムラがあるんだよね。で一応ポーションだけで適当に全回復させて挑みましょう。ヴァンパイア、ヴァンパイアごときが人間にかなうと思うなよ。ひたすら殴る。130にしびれた。ちょっとこれは回復しよう。さすがに意外に舐めてたと思ったら瞬殺だった。これが高火力文句の力です。回復など必要ない。最初ちょっと焦ったけど、じゃあスタールビーゲットして、巨人の元へ行きましょう。ほらどけ。さっさといなくなれ。このイベントマジで尺つなぎだよね。尺つなぎって尺稼いでるよね。またヴァンパイアの洞窟戻んなきゃいけねえから。リッチ戦、とりあえず1回全員攻撃しよう。ずっと攻撃は危険だと思うんでね、50くらいか、6ヒットして5、60っていう感じか。いけ、弱え。ブリザラが全体
これで130か、厳しいな。2人攻撃だな。で、2人ハイポーション。18、ムラがありすぎる。2回連続でブリザラが来なければファイラかよ。結局どっちも変わんねえよ。で、自分だな。ちょっと先行はできたよね。こいつ遅いのか。いや、そんなことない。死んだ。下2人が死んだ。回復は怠らないべきだった。ハイポーション、とりあえず痛い。28、よし。で、自分も回復。これで魔法1回耐えられる。ホールド、やばい。それはやばい。よしよしよし。1を狙ってくれれば。ファイラーは100以上食らうから。でもナンバー2は弱。しまって、これはもう両方回復だな。ハイポーションの回復量の方が高いから、ちょプラスにはなる。じゃあハイポーションで回復させとこう。ちょっと最初ご了承しすぎた。ホールドか。まあ、ただ今のところヒットポイントは高めだから。きれい。いや、あ、大丈夫だ。スローはまずい。これはマジでやばい。万能薬とかだって関係ある？スローってどこで見れんだ。ちょっと蘇らせよう。ナンバー4。そうすればこいつはスロー状態ではない。魔法が来たらまずい。げっいや、下もかよ。だってスローってさ、治んの？そもそも死んだ。いやー、ちょっときつい。これはまずいな。強いぞリッチ。とりあえず戦闘不能者を出さないことだな。まあ、まずは攻撃できるでしょ。いいね、火力は悪くない。よしよしよし。ファイラで、これはもう全員回復しよう。自分自身をちょっと安牌でいこう。少し早送りで、リッチは遅いね本当に。スリプル、まあしょうがない。これはで意外にそう早く起きるからねえ、ちょっと待って。意外に早く起きるとはいえさ、3人眠らされるのは想定外だぞ。であとスローが来ないうちにどれだけダメージを与えられるかだから、まあ寝るのはしょうがない。殴れ殴れ、きたー。しかも全員スローになったし、これでどんくらいになるの。7とかさ、1とかさ、終わってるよね。これってどう対処すればいい。クリティカル待ち13、ま、1じゃない限りいつか倒せるかな。超長期戦になりそう。64、しかも麻痺ってるし。そっか、こいつ麻痺んだ。で、一応ハイポーションで回復したから、これはもう2人回復だな。3だな、まずい。ただ1はまだ耐えられる。てか麻痺がマジで長い。自利品だな。いや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 、多少攻撃をしないと。一回殺すか。殺せば麻痺を、麻痺と
スローが治るか。ちょっとナンバーツアーも見捨てよ。治った、投げれお前。で二人攻撃でいこう。31クリティカルが出たっぽいな。1殴られて治るっていうね。これ一応万能薬ちょっと使ってみるか。4にこれでなんかスローとか治ればいいんだけどな。すげえかわした。ミス、治んねえわ。いやスローがめちゃくちゃ厄介だな。7ヘイスト。魔法が使えないっていうのが終わってるからな、このメンバー。いやまあ戦士も魔法は使えなかったけどさ。98どうする。ナンバー2もナンバー1見捨てる。2人見捨てるのはちょっときついんだよね。44よし、スリプル。68よし起きた。で回復はさせておこう。フリザラでナンバー2が落ちたでしょ。で回復32でちょっと1回も自分回復しよう。単体攻撃が来るまでちょっと待つ。115危ね。そうだこいつヘイストかかってんだ。でどうするかっていうとフェニックスのハイポーションちょっと2にかけて最悪どうなる。ハイポーションが早かった。でも回復はした。無駄にはならない。よしフェニックスで、こっからハイポーションが入るから。フェニックスのって1なんだガチで。で回復入れて一番ちょっと待って、こいつは殴るよもちろん。スローから回復したから。でちょっと予備ハイポーション打っとこう。食らうかもしれないという前提のもとに先手でハイポーションを呼ぶ。まあ意味はなかったけどしょうがない。よし106でかい。でそうするともう一人見捨てるか、ナンバーワン見捨てるか。回復しちゃったけど次減ったやつ見捨てよう。22ちょっと待って、めっちゃ寝たな。はい起きた。最後の下のやつだけ起きてない。26寝たまんまかい。こいつマジックパワーなくなるとかない。ホールドまだ来ないでくるか。あ一瞬で治った、珍しい。17倒した。めっちゃきつかったんだけど、スローがマジで厄介。回復手段がないからね。これでようやく土のクリスタルを解放した。では再びクレッセントレイクの町、ここでちょっとアイテムを補充しよう。99個、ハイポーションも99個で、フェニックスのはまあこんだけあればいいでしょう。で金の針万能薬、ちょっとコテージを少し多めに買っておこう。高えな。でこいつからカヌーをもらって、これあのリッチ倒さないとこいつカヌーくんないんで。でカヌーを手に入れたらグルグ火山に向かうのではなく氷の洞窟へ行きましょう。突破できるかな。浮遊石を手に入れる。モンスターの先制攻撃32マヒタ40件、2人マヒタ。あ治った。
でここで飛行石手に入れて、もう一気に飛空艇を手に入れて、さらにクラスチェンジをする。でクラスチェンジをした後にストーリーを進めていくという感じでやっていきます。これはもうここから先全てのジョブにおいてのチャートになるんで、もう早めにクラスチェンジを行う。特に赤魔導士とかね、魔導士系はクラスチェンジをすることによって使える魔法とかが増えるんで、でもちろんシーフもね、忍者になることで火力が上がるんで、なるべくね早めの段階でクラスチェンジは行っていきたいと。で文句に関しては宝箱の例によってガン無視なんで、そのまま突き進んでいきます。今のところは全然問題なく進めていってるからね。アイスギガーズか、いくつ69、まあまあまあ、いや2発で倒せない。ただアイテムは販売持ってきて、まあ、基本はポーションで回復しつつ、まあでかく減ったらハイポーションで回復しましょう。この麻痺意外にうざいな。スペクターだったら一発で出せるか。で下降りて上登って、ここは大して複雑なダンジョンではないんで、まあ、1回落ちて自力で脱出しなきゃいけないっていうのはめんどくさいですけど。でヒットポイントはやっぱり常に全開近くを保っておかないといつ落ちるか分かんないからね。いや数の暴力がきついんだよな。ちょっと1防御だな。うわまずい。これは火力がちょっと2人しか出ないから。次1防御解除してもいいか。あもうどうせ2人かでもだったら落とせる。集中攻撃を食らうとねマジで落ちるから。で宝箱いらないんだよね正直。もう落とし穴に落ちる。落ちた先の敵ゲー多いけど、よしこれはラッキーだ。4人落とせるっしょ1ターンで。であとはいや食らう食らう食らう。しかも麻痺、こいつも麻痺させてくんのかよ。ゾンビ見てね、やばいやばい、これやっぱ集中攻撃だとやばい。あと一発で落ちる。あぶね、先制攻撃じゃなかったら死んでたな。これはハイポーションいくぞ、2つ使おう。さてでは脱出に向けて、こっちか。スペクター4、スペクターが鬱陶しいね。麻痺させてくるから、よし運よく麻痺しなければ一旦で落とせる。これで先手が取れないっていうのがやっぱきついんだよね。先手取れればもうダメージを食らうことなく落とせるんだけど、確実に先を食らうからな。まあ、文句自体がそんなに速いキャラじゃないってことだよね。まあ、そりゃそうだろうって感じだけど。でシーフは速いんだけど火力がないっていうね。これは取っとく。エーテルかマジでいらねえな。ホワイトドラゴン吹雪、一旦で落とせば問題はない。てか一発だしレベルアップ、幸運だけ、幸運と知性、意味ないレベルアップだったな。まあ、ヒットポイントは上がったけど、これ取っとく。一応近いからさっきのやつは全く取んなかったけど、物は売れるからね。エリクサーとかは回収しておきたいけど、またエリクサーとか出るあれじゃないし。やったー力が上がった。多分幸運が上がる回だったけど、
うまく他のものが上がってくれた。9500円、寝袋、アイスシールド、いらない。でイビルアイ先制攻撃もらったな。お、8ヒット出るようになった。これで飛空艇もゲット。ついでに帰るか。じゃあこのままサクッと試練の城へ向かいましょう。グルグ火山はまだ放置、まあ、マリリスとかもね防御力は高そうだし、もう圧倒的な火力で挑まないと倒せないよ。ピッチであんなに苦戦したからな。で降りる位置はこっから試練の城。まあ、ここもパパパッと行きましょう。ワープはなんとなく覚えてる。なんとなくね。まずここでしょ。マインドフレア2個。マジかこいつ。まさか即死とは。全然攻撃力低いじゃんって思ったら即死攻撃を持っていた。メデューサこいつらもな、なんか石化があるからな。ガーイ早速石になった。ひどすぎる。石化は経験値が入るからまだいい。金の針も結構余裕であるからね。でこっち、すぐ行けるアイテムは取っておく。右上なんだったっけ。ファイラまずい。あ、対して知性がねえなこいつら。粉砕する。はい、あ、まハイポーションで回復しておこう。ここがすぐ宝箱でポーション。なんかさ行々しい割にはしょぼいよね。ミノタウルスゾンビ、うん、食らわないね。いいね、だいぶ楽にはなってきた。リッチ戦が今のところ一番きつかったな。でここに行く間にも宝箱は置いてあるね。ガントレットあったよね。それあたりは回収しておくか。ケアルガ？そんなの使ってくんの？知らなかった。無駄だったね。固定敵ナイトメア100は食らうか。であそこの宝箱くらいを回収しておく。癒しの杖か。なるほど。で、これも回収しよう。もうすぐ近くだから。げ、7体いるけど、先制取れたのはでかい。1人1冊いけるっしょ、だって。体力は低いからね。げ、70じゃさすがに無理か。しかも、ホールドとか、めんどくせえやつだな。はよ、消えよ。で、これが、ルビー。アイスブランド鋼、ね、いらない、全部いらない。腕輪とかだって防御力はなんかめちゃ上がんな。え、そういうもんなの。回避率が下がるくらいだから
腕輪は装備していいのかな、ちょっとわかんねえ。完全裸できてるけどね。スリプルファイヤーファイラ30くらいだったらね全然大したことない。100とかくらい。ゲー出た。スロー、スローがこのゲームで一番強いよ。逃げよう。これはもうめんどくさすぎる。ダークネスも使われてるし、もう最悪パターンじゃんこれ。ダークシャーサー逃げられた。どれだ、クレイゴーレム。ちょっと待って、逃げられない。そのまま逃げるになってたから。ヘイスト唱えてきた。強化の時間を与えてしまった。いや、ハンデだ。そのくらいくれてやる。111、さすがに強い。でも1ヒットしかしてなかったね。これがガントレットか。で、ガントレットはサンダラだけど、まあどうだろうね。固定値1400円、7000円。ネズミの尻尾、でこれドラゴンゾンビだよね。2体か。殴り倒そう。3人、うまくいけば2人倒せる。よし、おいしいな経験値。じゃあバハムートのとこ行きましょう。スーパーモンク、これ強さどう変わった？全然見てないんだけどさ、ステータス的には多分変わってないんだよね。攻撃力とか命中率とかが上がったのかな、ちょっと分からんけど。